はい、鈴木森親です。本日は2022年6月相馬港釣り浅橋にお邪魔しております。ただいまの気温30度といったところでしょうか。大変暑い日でもありました。さて今回は相馬港釣り浅橋より水中映像の方を皆さんと一緒に見ていきましょう。今カメラが海の中へ入っていきます。今ゆっくりと海底へ沈んでいきます。はい、今海底へ着きました。皆さんどうでしょう。太陽の光がさんさんと入り、海藻の緑色がとても綺麗に映し出されています。海藻の緑色、茶色、鮮やかに映し出されています。とても綺麗な海ですね。さてこちらは防波堤の側面になります。太陽の光が入り、とても綺麗な海となっています。このような綺麗な海、久しぶりに見ました。では少し海の中の生物たちを見ていきましょう。たくさんのフグやウミタナを泳いでいますね。このフグは少し小さなフグが泳いでいます。全長10センチぐらいのフグとなっています。陸上から海の中を覗くと、このフグたちの姿が肉眼でも確認できます。6月になるとどこの海も急激にフグが多くなったような感じがします。では少しスローモーションで、今右から見えるのが、これがウミタナゴとなります。とてもいい海ですね。先ほどイカがジャンプしておりました。ここで一日のんびりと釣りをするのもまたいいかもしれません。今ちょうどカメラは海底付近、中層付近といったところでしょうか。少し様子を見ていると、そこにはスローモーションでいきますね。右側です。右側、はい、現れました。メバルですね。メバルも
確認できます。今度は少しカメラを右側から左側に移動させてみたいと思います。緑色の海藻が生い茂り、たくさんの太陽の光が海底まで届いていますね。とても綺麗な海だと思います。たくさんの生き物たちも泳いでいて、フグはとても人懐っこく水中カメラの餌を食べようと必死にカメラに向かって泳いでくるのがわかります。今一匹のフグがものすごいスピードで泳いできましたね。とても可愛いフグだと思います。まだフグも小さいんでね、たくさん食べて大きくなってほしいところです。あと少し海底付近を見ていきましょう。今スローモーションです。上の真ん中付近から魚が現れてきます。大変可愛い顔をカメラの前に見せてくれました。ここの水温はだいたい22度を示しておりました。参考にしていただければと思います。それではカメラを回収していこうと思います。いかがだったでしょうか。ソーマクオ釣り浅橋、大変綺麗な海の中を皆さんにお見せすることができたと思います。これから7月、8月、また撮影していきますので、どうか皆さんご視聴のほどお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。